ポケモンワールドチャンピオンシップスはポケットモンスターのゲーム及びポケモンカードゲームの世界一を決める公式大会である。略称はポケモン WCS、WCS。2009年に初めて開催されて以降、毎年開催している。日本代表決定大会ではエントリーはポケモン大好きクラブの会員に限られ、 事前申し込み制で希望者多数の場合は抽選となる。ファーストステージでの敗者や抽選で落選した者が参加できる敗者復活戦であるラストチャレンジ予選が開催されたこともある。カードゲーム大会では大会期間中に新発売されたカードも随時使用可能となる。ただし国によって発売の時期などが異なるため発売されているが使えないカードも存在することがある。 参加者は年齢別にいくつかのカテゴリーに分けられ争われる。ただし以下の年齢区分はあくまで目安である。なお2008年にはこの大会の前身となるポケモンカードゲームワールドチャンピオンシップス2008およびポケモンゲーム日米交流戦2008が開催されていた。ポケモンワールドチャンピオンシップス本戦はデ1、デ2、デ3の3日間開催。 参加者は国、地域予選の成績に応じ、例1出場、例2出場、例2招待出場の3種に分けられる。ただし、ポ・拳大会は2日間開催なので、例1出場権がなく、代わりに初日に、ラストチャンスクオリファイアーが行われる。選手の生命はカタカナ、またはアルファベット表記であり、漢字表記はしない。世界大会では、賞金は出る。ただし、 年齢を問わずスカラーシップと呼ぶ。さらに副賞として、順位に応じて、トロフィー、次回本選出場権、ポケモンカードの拡張ボックスなどが贈られる。カードゲーム大会が一番賞金が高い。2008年から2009年にかけて開催された。47都道府県で開催される、ファーストステージ、全国6会場で開催される、セカンドステージ、日本代表を決定する。 ファイナルステージからなる。ゲーム大会では、プラチナのソフトを使用する。ルールは、ゲーム内のダブルカップを使用し、使用ポケモン4匹でのダブルバトルで争われた。ポケモンのレベルは50までに制限され、レベル51以上のポケモンは使用禁止であった。一部の伝説のポケモンや幻のポケモンの使用は、禁止された。カードゲーム大会では、d p シリーズ及び、 DPT シリーズのカードを使用。ファーストステージとラストチャレンジ予選を呼び、セカンドステージの一次リーグでは、ハーフデッキ、サイド3枚、それ以降は、スタンダードデッキ、サイド6枚でのシングルバトルで争われた。アメリカのサンディエゴで開催された。対戦だけでなく、パーティーなどのイベントも数多く模様された。2010年に開催された。47都道府県で開催される。 ファーストステージ、日本代表を決定する、ファイナルステージからなる。ゲーム大会では、ハートゴールド、ソウルシルバーのソフトを使用する。ルールは、ゲーム内の GS ルール、フラットバトルを使用し、使用ポケモン4匹でのダブルバトルで争われる。ポケモンのレベルは、無制限だが、レベル51以上のポケモンは対戦中のみ、レベル50になり、能力値も調整される。 このため今まで使用できなかったバンギラスト配布のみ使用できた海流が使えるようになった。この GS ルールでは強力な伝説のポケモンを制限付きながら使用可能なので公式大会では久しぶりに伝説ポケモンが解禁されたことになる。一部の特別な伝説のポケモンは2匹まで手持ちに入れることができた。なお幻のポケモンについては使用禁止であった。 カードゲーム大会では、DP シリーズ、DPT シリーズ及びレジェンドシリーズのカードを使用。ファーストステージのジュニアリーグのみ、ハーフデッキ、サイド3枚、それ以外は、スタンダードデッキ、サイド6枚でのシングルバトルで争われる。アメリカのハワイで8月13日から15日に、渡って開催された。そのうち13日には、ラストチャンスクオリファイという敗者復活戦が行われた。 その上位進出者は本戦の予選に進出できた。参加者は年齢別に以下のようなディビジョンに分かれて対戦する。ゲーム大会では両ディビジョンのベスト4に入賞した8人のうち7人が日本人と日本勢が検討した。またカードゲーム大会ではジュニアディビジョンにおいて WCS 史上初の女性優勝者が誕生した。入賞者には ポケモングッズなど多くの商品があり、優勝者と準優勝者は次回の世界大会に招待される予定。また、前回大会と同じくフリー対戦やサイン会など数々のイベントも模様された。2011年に開催された。4月3日から6月19日にかけて全国11会場で開催され、居住地域に関係なく好きな会場を一つだけ選んで参加でき。 勝者はそのまま世界大会に進出するという方式が予定されていた。しかし、本大会は2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による影響で全て中止となることが3月18日付で発表された。参加の受付や一部で始まっていた参加賞の発送も中止された。なお、 参加賞にはクリムガンとエモンガのプロモーションカードが予定されていた。世界大会はアメリカのサンディエゴで現地時間の8月12日から8月14日に開催された。2015年に開催された。世界大会はアメリカのボストンで現地時間の8月21日から8月23日に開催された。2016年に開催された。 8月19日から8月21日にかけてアメリカサンフランシスコで行われた将棋のタイトル戦、竜王戦とのタイアップで開催。2021年現在、第4回まで開催されている。第4回となるポケモン竜王戦2020は新型コロナウイルス感染症の影響で一度中止が発表されたが、2021年5月29日に、 ライブ配信で開催された。竜王選手祭の日本将棋連盟、読売新聞社が共催に加わっている。タイアップの意図を、高度な頭脳戦であり二人が対戦して、勝敗を競うゲームの特徴は、将棋に通じるものがあると説明している。開催時点で将棋の竜王であった、森内俊幸渡辺明、羽生義晴がそれぞれゲストで招待されている。また、 第3回では特別招待選手として将棋界から糸谷哲郎、山口恵里子が参加した。第2回まではポケモンワールドチャンピオンシップス日本予選に組み込まれており、ジュニアリーグ、A リーグの予選に位置づけられていた。参加資格は第1回は未就学児を含む小学生以下、第2回は小学生のみ。第3回で年齢制限がなくなったが、 ポケモンワールドチャンピオンシップス日本予選からは外れた。第2回は他の予選、大会の成績優秀者の招待に限られたが、第1回と第3回は予選が行われた。優勝者は第1期ポケモン竜王の称号を与えられ、第1回はポケモンワールドチャンピオンシップス2014、第2回はポケモンワールドチャンピオンシップス2016の招待。 出場権が得られた。しかし、第3回以降では、ポケモンワールドチャンピオンシップスの招待出場権は得られなくなった。レギュレーションは、当該大会の他の予選に準じるが、竜王戦にちなんだ以下の制限が独自に設定されている。ありがとうございます。